自転車レースがいよいよ迫ってまいりました。めっちゃ噛むじゃないですか。俺やんねえか。俺と。どうですか意気込みは。ツールドフランスでいつもりで頑張ってるんで。ツールドフランス？もうもっとピチピチの着てこいよ。マシンが。マシンが。昨日のあの美里のブログ見た？見てないよ。俺らが新タイヤ交換して俺がやったんだからあのちゃんタイヤ変えたんですか。タイヤ変えてチューブ変えて。メニューですか。え？メニュー。ネオバスか。いや。噛んだけど。どこのタイヤですかこれ。これでもいいね。アドバン。これ違う。これはあのミサトじゃない。何参加メンバー 4チームってことね。参加メンバー4チーム、右の白い、1人だけですね、違法に改造してある、チャリンコが、チームキングバイヤーですね。赤いチャリンコ、これがチューニングポイントがなんかタイラップで染めたライトらしいんですけど、これがチーム本体。で、このですね、ガムテープぐるぐる巻きにされてるのが、僕がですね、家から持ってきたチャリンコ、チーム厚木です。はい。で、一番左がですね、なんか昨日の夜までパンクしたんだけど、なんとか治ったらしいですね、これがチームミサトです。弱そう。で、ルール説明としては、1人必ず1周。で、計5周ですね。人数余るかもしれないですけど、そこは犠牲者の運転2周走ってください。まあ、若い子がいるところはね、若い子が2周半どうですか。頑張ります。頑張ります。頑張ります。どうですか。先生、1番行っても気合は寒いです。先生、1番行っても。コースは、なんだお前ら。コースサングラスやべえ。コース方向は、普通にグリップの線のコースで大丈夫ですか。線のコースで、ね、線のコースで大丈夫ですか。青や線のヤピンあり。線のコースでヤピンありっていうことで、グリップの普通のコースでいいですね。グリップの普通のコースでいいです。やりましょうか。スイーパーどうします。スイーパーどうします。今清掃したグリップあるんですか。グリップに並んでください。グリップにそもそも置いてないと思うんですけど、僕らチャリンコ出してるんで。行ったり来たりしてるんで。向こうが邪魔だと思うだろ。危ねえよ。グリッド、じゃんけんでグリッドよ。グリッドに関しては、各チームの代表がグリッドかよ。各チームの代表がじゃんけんでください。頼むぜ。暴力行為、実力行使での順番決めの構成にします。よし、代表集まって。じゃんけんは向こうに出します。代表は代表チーム本店、代表クロデンさん、チームミサト、代表サイシェン長、チームキング、代表カリアヤセス選手、チームアツギ代表なんでカリアさんだけクリーム集まって、代表あれサイシェン長いないわ。サイシェン長あ、ちょっとうちのボスは今インカム繋いでるんで高みでいけ。強い頼むぜボス。ボス頼むぜ。全てが決まるからな。一番いいグリッドを。はい、じゃあいきますよ。最初はグー、あ、じゃんけんぽい。あぶねえ、はい、行こうでしょ。待って、あ、じゃあ最初はグー、あ、じゃんけんぽい。うおぉ、じゃあ2位が1番グリッド。マジか。最初はグー、じゃんけんぽい。ぽい。おい、岡崎。いきますよ。最初はグー、あ、じゃんけんぽい。うおぉ、大丈夫、チームフィリッケがチームミサトですね。よっしゃ、一番手誰。沼中。皆さんですね、必ず、沼中でしょ。よし、マシンマンとか。これなんか。でも誰かが2周走んなきゃいけないでしょ、うち。そう。5周だから。沼中と俺が最後1周って感じでいいんじゃない。村方も2周。あれ石川は。おお、じゃあ5人ちょうどだ、全員だ。もう存在感ないから。はい、行きましょう。よし、行こう。なお、そこ中でね、選手紹介、選手紹介と入りますが、僕は悪口と一切、気にせず言いまくりますので、怒らないようにお願いします。バトンタッチについては
んですが、左側から自転車を降りて、右側から自転車を乗ってください。で、ピットエリアではなく、乗り換えのラインとしては、ここのゼブラグリッドどこ？頑張ってよ、テクニシャン。ゼブラを越えて乗り越えをしたら、はい、1番どこ1番この差つける2番あ、待って。頼むぞ、沼っち。はい。これ超えたらバップです。転ばないで。そうですよね。待って、これでオッケ
なんだかね、これ壊したらチェーン外れてんじゃん。外れてんじゃん。メカトラ、メカトラ。違う。メカトラ、メカトラ、メカニック、メカニック。チームはこのメカニック。チームはこのメカニック。あ、なんだ。なんだ、なんだ。さすが。めちゃくちゃ。次、第4走者かな。次第4走者。最後これ出して。え、次僕。あ、お前か。アンカー、次アンカーの選手ですね。アンカーの選手は誰でしょうか。本店がサンゴで、ミサトはキング、あ、キングがサンゴで、ミサトが店長、後ろ来てますよ、後ろ市川さん店長、ブロックブロックということでね、キングがキングがサンゴで、本店が先生で、ミサトがあ、ミカルさん、あれ小池さんは欲しいんだよ、これがいい、あれ、小池さんは祭りらしいですね、市川さん、お疲れですよ、小池さんとこチーム第1走者ですね、あっち了解です、市川さん、ラスト、アンカー、アンカーです、アンカーか、アンカー、アンカーです、お前アンカー、どこのアンカー、はい、どこのアンカー、ミサトです、ミサトか、死ぬわ、島崎か、島崎、お前アンカー、もう走りました、パパパパスラスト先生逆転、お母さんのはい、チーム金、今最終ランですね、絶対持ってたかった、あれ行ってこい先生、あ、大丈夫、先生やるぞ、またチーム本店、え、もうですか、うん、え、もう一回、ほら、早く抜けよう、抜けよう、あ、最終行ってきた、はい、先生行け、行け、次なんか死ね、みんな頑張ってくれ、ラストですね、まあ週間遅れてるじゃないの、前に行かれるやばい、あー疲れた、店長回るね、回るねこれアンカーとか死んじゃう、よいしょ、前の開きがすげえ。
なんかね、これ見てて思ったんだけど、あのキングバイヤーのチャリチューニングしたの反則だよね、これめちゃちゃ速いじゃん、このチャリ。え、本店の方が速いですか？速いですか？やっぱ黒木が引っ掛けられたみたいな。あれは誰だ、あれはハグか、あれはサムか、あれはロードバイク普段乗ってくる、反則じゃねえの、これ。気をつけろ、後ろから来てるぞ。はい、というとですね、チームキングバイヤーが一番後ろのゴールですね。チームキングバイヤーが一番後ろのゴールです。2番手ですね、この大会を主催して欧米切ってうちが勝ってしたの店長がですね、疲れ切った顔をして満身創痍で2着ですね。お帰りください。はい、お帰りください。はい、お疲れ様でした。3着ですね、3着、3着にやってきたのが、筋肉はあるけど体力がない平田ですね。平田が、3着で無事にゴールで、ビリッケ、ビリッケ、ビリッケどこ行ってビリッケだね、ビリッケ小池さんだ。御年50何歳、部長にもかかわらず、遊びに来てくれている小泉さんが、ビリッケでゴールです。長いわ。1000メートル長い。長い。すごい長い。いや、こんなにしんどいと思わなかった。もうね、1コーナー終わったあたりでもう限界だったもん。ショートカットしたけど抜けなかったぜ。最後もっと抜いちゃう。もっとショートカット。これもう勉強会議で話しますよ。まだ行っちゃう。やばい。皆様お疲れ様でした。1位が、キングバイヤーで、2位が、本店、3位が、三郷店で、4位が厚木店という結果になりました。歩き方が、本店に関しては最後の最終ラップでショートカットしている違反者がいたので1位になっても失格っていうスタンプですけど、このまま2着だったので、このままになったんですけど、キングバイヤーですね、車の上に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 車の危ない危ない。